古飯、黒抱きよてるうちはうちわとは、手で仰いで風を起こす道具の一種。一般的には、扇部と手でそれを指示するための柄を備えるが、柄がなく扇部の端のくり抜いた部分に指を入れて、用いる、穴開きうちわもある。絵柄や文様にも様々な種類があり、広告を入れた簡易なものは、ペーパーファンともいい反則品として用いられている。古来、うちわは、木製品。 鳥毛や獣毛、微獣や馬尚の葉に始まり、もっと大型で、仰ぐためより、払う、かざすためのもので、意義、儀式、縁起、祈願、軍配、行事、信仰、占いなどに使われた。その後、形態や材質は時代によって変化してゆき、室町時代末、軽くて、大部が下手らない構造として、竹骨と紙を素材とする現在の形となる。江戸時代に入ると、 一般大衆に普及し、町民文化が花開くとともに、漁や炊事、装いや流行、ホタルや虫追いなど、様々な場面で利用された。明治時代には、その美しい図柄の内輪は、外国人に高い評価を得て盛んに外国に輸出された。商家の配布用としての需要も急増し、裏面に内入れ、表面には、商品や様々なメッセージが織り込まれ、 広告媒体としての意義を備えていった。印刷業界では、企業、団体が、反則、宣伝などを目的に配布される夏のうちわと冬のカレンダーは重要な季節商品であった。昭和40年代以降、扇風機やクーラー、ガスや電気のコンロの普及など、生活環境の著しい変化により実用面は、縮小するものの、夏場を中心に量を取る、生活の道具、 花火大会など日本の風情を楽しむおしゃれの小道具、炊事の道具、広告の媒体としての利用は今も盛んである。内ちは熟児君である。大型の影に比して実用的な小型の影と区別され、それを用いて害を打ち払うことから、打つ影、内ちとなったのが一般的な説である。病魔などを打ち払う魔除けの意味もあったとされる。戦はもともと 観音開きの戸が羽のように開閉する様を表していて、それによって風が起こることに由来しているとする説がある。内ちは中国由来の熟語である。弾は丸いを意味する。弾線と音読みもする。内ちの歴史は、その衣装並びに機能、用途、意味、意義、背景、時代の特徴から見て、主に五つの時代に分類できる。最も古い内ちの例は、 古代中国の記録や古代エジプトの壁画に見ることができる。日本でその具体的な形状を知る最も早い例は、弥生、古墳時代より出土する木製品である。中世、公家、役人、僧侶の間では、意義具として発展し、共に持たせる大型のものや文様を付した豪華なものが作られ、素材も絹、微牢や芭蕉などの植物繊維。 生地やサ先の鳥の羽など、多様に用いられる。庶民の間では軽くて便利な、アジロモ様の型線が使われた。古代以来、構造は中心に、柄と一体である、棒を通し、扇部分の円を、枠によって、素材を固定する例が多数を占める。その後、形態や材質は時代によって変化してゆき、軽くて、扇部が下手らない構造として、竹、または、 色や馬蕉の骨と髪を素材とする、現在の形の原型となったのは、室町時代末である。また、戦国時代以降、素材に、漆塗りの網代内輪や漆塗りの皮、あるいは板や薄い鉄板などを持ち、剣後に作られた、軍配内輪が、武家の戦いの中で使用された。武将の戦における軍の指揮、一軍の象徴、家紋を示し、史跡を防ぐ武具としての機能も果たした。 また、旗差し物に大型うちが使われ、そこには家紋などが示された。江戸時代に入ると庶民へも広く普及し、漁や炊事、予想や流行、ホタルや虫追いなど、日常生活道具として多様な場面で利用されていく。量産のため、全国各地にはうち産地が形成される。また、木版技術の向上が、 多色釣りを可能として、大量の内輪へ生産を可能にし、一般大衆の手にその美が行き届くようになった。図柄も、その好みが反映されるようになり、文芸や浮世絵も大義分に現れ、内輪を通じて、その表現は、創意工夫がなされる。この時、従来の意義を示すから、仰ぐ、払うそして、楽しむ道具としての意味が大きくなる。明治時代の新軸は、 広告うちである。大事業者はアメリカにあり、蘇生廉価なうちを鉄道会社などが客に配った。国内でも、消化や自社の配布用としての需要が増し、裏面に内れ表面には商品や様々なメッセージが織り込まれ、その実用面に広告媒体としての意義が備わった。美術的な価値に重きを置いたうちもアメリカに盛んに輸出された。 大部に施す絵入れや記号、煎茶の内輪など趣向を凝らす側面は、近代でも好まれ、日本人の生活や儀芸を彩っている。しかし、昭和10年代には、繊維工業など国策に利用され、戦時中は生産が激減、軍需品としてわずかな生産が続いた。戦後、昭和20年代後半から、日本経済の回復とともに、内輪の生産も復調していく。 昭和30から40年代は、当時人気の俳優、女優の顔や姿が、大喜部を飾り、人々はそのアイドルを近い距離感で手に取って親しんだ。昭和40年代には、竹不足の解消、機械生産による手作りを遥かに上回る、生産性と低コストから、伝統的な竹に代わって、ポリピレンを使用したポリウチワが登場し、急速に普及していく。そして、 昭和40年代以降、扇風機やクーラー、ガスや電気のコンロの普及に伴い、生活でのうちの実用面は縮小し、その姿は減少の一途をたどっている。しかし、心地よい軽さで手になじみ、手作りの風を生み出すうちは、現代においても涼しさを生むイメージの一つであり、今もなお、花火大会など夏の風情を楽しむ日本の生活道具、あるいは広告、 反則の媒体として見ることができる。線という漢字は元は内輪のことを指した。それが内輪より後に日本で発明されたアフギにもほぼ同じ用途から線の字が当てられるようになり、現在に至っているが日本では通常線の字を持って内輪のことを指すことはない。普通は外見の違いで区別できる。この二つは中世のように内輪は 僧侶、文人、陰遁者に、扇子は、公家、貴族を中心に使われた時代もあるが、扇がどちらかといえば、儀礼の具として用いられる場合が多いのに対して、うちわは、身分の別なく、夏の季節に気づに使われる品であった。うちわの用途と機能は、生活用具としての物理的な用途、機能とそれ例外の役割により、以下のように分類できる。一昔前までは、 内輪式や内輪立建てを、どの家でも、座敷や客間に備え、内輪を入れて、夏場の来客の友とする大切なもてなしの道具の一つであった。素材は料味を感じる竹が多い。内輪式は、内輪の扇部を置く盆のような籠や箱で、竹網で、柄の部分が外に出るように作られている場合が多い。穀物に混入する、わらくずや、 未熟粒などを風船により除去するための大きな内輪は、大内、大内輪と呼ばれ、明治、大正期には日本でも使われていた、仰げば仰ぐほど汗だくになってしまうものもある。タイで稲の刈り入れ時に登場する竹製の内輪は、直径約40センチ、重さ300グラム、殻の部分を合わせれば、長さは70から80センチにもなる。 この巨大うちは、稲などの黒竜を穂から取り離した後、もみを空中に放り上げ、うちで仰いで得られる風によって、身ともみ殻や小枝の選別をする風船と呼ばれる作業に用いられる。単純な作業のように見えるが、その原理は、手動の遠見や動力脱穀機で行われる脱穀にも用いられている。丸亀市うちの港ミュージアム。ありがとうございます。